大体この時間になるとお腹空いたって思ってる人多いと思いますけど、まあお腹空いたつくような歌をまあちょっと続けていきたいと思います。直哉といえばゆかり、ゆかりってどこの女なんだみたいな感じで言う人がいると思いますけど、ゆかりというのは万格総本部ゆかり、俺だったら知ってる人多いと思うんですけど、知ってる、知ってますか、知ってる、万格総本部ゆかり、おせんべい、好き好き、それでは、お土産にくれるかと思った、すいません、今日は静岡から来たんですけど、あの夜のお菓子を買ってくる暇がなくてすいませんでした。ゆかりの仲間せんべいグルミ、ワン、ツー、サン、シー。そうかせんべい、ぬれせんべい、ソースせんべい、かわらせんべい、揚げせんべい、砂糖せんべい、柿の種、ぬれせんべい、手取りや足取り、焼き方教えます、焼き餅だけは誰にも負けないの、おおおせんべいベイビー、赤ちゃんレディー、最後の決め手は赤ちゃんせんべい、口に溶けて泡立ちよく、昔懐かしいママ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 の味、タルせんべい、ミルクせんべい、炭酸せんべい、生せんべい、磯辺せんべい、サラダせんべい、おかきとか塩せんべい、手取り足取り、焼き方教えます、焼き餅だけは誰にも負けないの、おおおせんべいベイビー、ゆかりにレディー、最後の決め手はバンカークエッセンベイ、口に馴染むエビオリラビオリ、磯の香りするママ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 の味、おせんべいベイビー、ゆかりにレディー、最後の決め手はバカエクセンベエ、口に馴染むエビオリラビオリ、磯の香りするママ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 の味、ジョビンのパクリの曲なんですけど、あ、知ってませんか、アントニオ・カルロス・ジョビン、すいません、ちょっと、次何やろうかなみたいな感じなんですけど、次は、あ、そうですね、ここにあった曲が、あ、これでもやっていこうかな、どうしようかな、あ、これやります。ですね、もう皆さん、おせんべい食べちゃったかな、あ、おせんべいないか、おせんべい食べてない、食べてないんだけど、コーヒーでも飲むかみたいな感じで、次の楽曲、いつものコーヒーカップで点点点、いつものコーヒーカップで点点点の点は中点です。中点というのはパソコンで言うとシフトをして点とします。それを3つなんで覚えておいてください。歌はいつものコーヒーカップでてんてんてん、作詞作曲 YKP、 ワン、ツー、サン、シー。気がついた心の中のわだかまり、火をつけた思いと共に燃やすよ、君の目を
ていたいけどできないよ、なぜだかわからない。偶然に探し当てた君の優しさに触れて、いつものコーヒーカップでお茶を飲むように夢を食べて、君と微笑み合って静かに過ぎる子がいいな。花はない心の中の強さ、さえ火をつけた思いとともに燃やすよ。風の音をずっと気にしていたけれど、もういいよ、素直な気持ち見つけた。ときめきを忘れてた幼い頃の勇気とともに、いつものコーヒーカップでお茶を飲むように夢を食べて、君と微笑み合って静かに過ぎる子がいいね。さよならは突然に君の瞳忘れはしない。いつものコーヒーカップでお茶を飲むように夢を食べて、君と微笑み合って静かに過ぎる頃